빼기 써야 돼. 皆さんこんにちは。ドクターロートレックと忘却の騎士団の、担当プロデューサー、あとディレクターもやってます、岡村則明と申します。これからですね、この夏、任天堂 3DS でお送りする、ドクターロートレック忘却の騎士団の、完全オリジナル新作です。こちらの、ゲームの紹介ということをしていきたいと思います。はい。物語の舞台はですね、19世紀の、末の、フランスですね。ちょうどですね、エッフェル塔がまだ作ってる最中で、パリ万博がもうすぐ何年か先に控えているみたいな、そういった中で、ゲームはスタートします。で、そこの中で、パリの中で、国立自然史博物館という場所があります。そこに、ロートレック博士が在籍してます。で、非常に謎解きが好きな、教授でして、で、この人のところにですね、とある謎を秘めたですね、依頼が舞い込んでくると。で、それを追いかけていくと、その謎を解いていくとですね、何やらこれはとっても大きな話らしいと。昔、まだ、王家が、ブルボン王朝がフランスにあった頃の、何がしか財宝のようなものがあるんじゃないかということで、それをいろいろ探しに行くというような話になっています。I see. Marie was suddenly wise in recommending that we come here to see you. The power of logic will bring any and all truths to light. No mystery is unsolvable. で、それに合わせてなんですけども、これは現実のパリもそうなんですけど、パリの地下ってダンジョンになってるんですよ。本当に。で、で、大体が石造りで作られてるんですけど、そのパリのその石造りの建物っていう膨大な建物、どこから石を取ってきたかというと、パリの地下から取ってきてるんですね。で、そういったことっていうのは、情報として知っていて、そうなのかと、パリのこの綺麗な街並みと、その下に一歩、地下に潜るとですね、いろんな謎、ミステリアスなダンジョンがたくさんある。What amazing powers of deduction, the track. 探している冒険者たち、アバンチュリエというふうにゲーム中で呼んでるんですが、冒険者たちがいます。What's wrong with you two? Just get after them now! Yeah, yeah, was right. で、その人たちが追いかけている、トレゾールアビテ、生きている宝、というものがあってですね、それを追いかけていくことが、そのゲームの先ほどの、フランスのですね、莫大な財宝につながっていくというような、そんな話になってます。